お前たちは本当にそれで良いのか。お前たちの牙はどこへ行った。どうしたキリンとやらよ。お前も自然界では獣を飼ってその身を食し、己の血肉としていたのではないか。狩りをする時代はもう終わってしまったのだろうか。獲物を倒し、そのすべてを食す。それを我が身の血肉とし、我が身の力とする。各地の強者も料理で命がけのガチンコか。ちょうどいい。動物園での鬱憤をデカ盛りで晴らすとしよう。まずはウサギ狩り。狩りって何をする気ですか？無論お前を狩るということだ。全力でな。狩らないでください。ヒマリは後輩ですよ。獅子はウサギを狩るときは全力だと。後輩だからといって手加減はしない。そこまで言うなら、ヒバリだって全力で行きますよ。ほう、ただ食べられるのを待つウサギではないよ。嬉しいぞ、強きウサギよ。さあ、いよいよ始まる第1回デカ盛り美食大会。今回の挑戦者は永遠の3年生、伝説の大先輩、大道寺ちゃんだ。万年留年ふんどし娘のスクールライフはまさにネバーエンディングストーリー。
終わりなき日常に終止符が打たれる日はやってくるのでしょうか。国立半蔵学院大道寺先輩、毎週読んでいただきましょう。ウサギ、逃がしはしない。ミントは食べられませんよ。いざ尋常にサーブ。その程度の味か。我、ウサギを飼ったり。ひえー、食べられちゃうよ。安心しろ、お前は我の血となり肉となった。お前の何一つとして無駄にはしない。あれ、実際に食べるわけじゃないの？いや、食べた。お前の心をな。大道寺先輩、素敵すぎます。さて、次の獲物を探しに行くか。相手にとって不足なし。楽しみましょう。いざ尋常に勝負。舌を鍛えて出直せ。我を楽しませてくれよ。テンション上げてくよ。いざ尋常に勝負。その程度の味か。次の獲物はイカか。聞いたぞ、ヒバリを食べようとしたらしいな。それがどうした。俺でさえヒバリをかじったことはないのに、たとえ先輩だとしても許さん。ほう、なかなか生きのいいイカだ。これは食しがいがある。イカだと思って甘く見るなよ。触手で絡み取ってやる。触手だと？それは楽しみだ。やってみるがいい。獅子はイカを狩るときも全力だという。我も全力でお前を狩るとしよう。スルメなどにはしない。生のまま丸かしりだ。我が調理に半端なし。ヒバリをかじろうとしたことを絶対に許さん。いざ尋常に勝負。その程度の味か。我の勝ちだな。仕方ない。さあ、俺を食べるがいい。ほう、自らの運命を受け入れるか。その覚悟、潔よし。だが、我はお前を食わん。なぜだ。弱肉強食が狩りの本来の姿ではある。だが、我が求めるものはそこにはない。我が求めるのは命と命のぶつかり合い。弱者ではなく強者と戦い、己の力を。それこそが我が求めるもの。それこそが我の思う本当の狩りというものだ。ならば我の目的はすでに達している。お前という強者と戦い力を増したのだから。屈した。
伝説の先輩と呼ばれるわけだ。さて、次の獲物を探しに行くか。我より強者であることを願うぞ。大道寺先輩、この木を感じる、感じるぞ。そうか、お前が竜だったのか。確かにあたいの属性は竜だぜ。そういう先輩は虎だな。こいつは面白くなりそうだ。探したぞ、竹木竜よ。我はお前を借り、我が力とする。そいつはどうかな。あたいは簡単にやられる玉じゃないぜ。ああ、そうでなくてはならん。我はこの時をずっと待っていたのだからな。いざ、竜子相打つとしようではないか。竹木竜よ、ウヌの調理を見せるのだ。あたいの料理は半端じゃないぜ。いざ、尋常に勝負。我が味にかなうものなし。我ついに竜を飼ったり。さすが大道寺先輩だ。見事にやられちまったぜ。いや、どちらが勝ってもおかしくはなかった。カツラによ、成長したな。嬉しいな、大道寺先輩にそんな風に言ってもらえるなんて。けど次はどうするんですか。次だと。竜の次ですよ。次の獲物は一体何になるんですか。確かにそうだ。世に彼の神髄を知らしめるのなら、我はまだ戦い続けなくてはならん。だが、我は次は何を狩ればいいのだ。竜より強く、竹木猛獣と。あ、なら、あいつはどうかな。教えてくれ、我は何を狩ればいい。どこだ、どこにいる。姿を現せ。どこにいるというのだ。モケーレヌデンデよ。
モケーレムベンベよ、待っているがいい。